本のも読んだりとかして、最近はもっともっと近づいていこうかなとも思ってるんやけど。さて、この番組ライフラブサークルでは、大切な人へ伝えたい思いと音楽を番組ウェブサイトにあるラブポストに送ってもらって、お預かりした大切なメッセージを私大塚愛がメッセンジャーとなってご紹介していきます。お預かりしたメッセージは愛知県ラジオネームクラッシャーさん。僕には23歳と19歳になる2人の男の子がいます。本当は女の子も欲しかったんですが、今年4月に自分の部署に新人の女子社員が入りました。子供と同年齢ぐらいのため色々変わったみたいですが、先輩からはよく仕事のことで叱られて泣いています。そんな F ちゃんに負けないで頑張ってください。
そうやな、男性からの女性のあれやと、なんかウェービーな髪の毛ゆるゆるパーマの女の子が多かったの。何これ、パイナップルきついなこれ、かわいそうにこれ、大丈夫。いやー、パイナップルがね、プラネタリウム歌ってますけどね、怖いですね。わー、やっぱ柔道多かったね、なんかね、うん、まあ今後もですね、どん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 変えていきたいなと思っているところで、私お使いがもう勝手な判断で決定する似顔絵サークルアワード2008、いやー、これ難しい、これ難しいわ。
送されますので、そちらも合わせてお楽しみに。ちなみに今日は、広島県のそらさんの先輩を、書こうと思ってます。ライフラブサークル、それではまた来週この時間にお会いしましょう。お疲れでした。毎週土曜日夜7時から放送中です。音楽が好きで好きでたまらない、あなたと僕のプレイの30分、聞いてくださいね。